小林世界が見せる新しいムーブメント、世の中に新鮮な驚きを与える人がいる。無限に広がるフレッシュな世界、新しいことを創造する新しい人、フレッシュフェイシーズ。この番組は野菜にドレスを着せましょう、キューピードレッシングの提供でお送りします。フレッシュフェイシーズ in the case of 世界小林。名物もないし決まった味付けもないのに美味しいと思わせなきゃいけないので、それって料理として一番難しいところだと思うんですよ。カウンター12席、小さな定食店未来食堂。この店には決まったメニューがない。メニューに書かれているのはその日に用意された食材。お客さんは今食べたいおかずをこの食材を使ってあつらえてもらう。従来の飲食店だとお店のおすすめはこれですとか、この味が美味しいから来てくださいっていうあり方だと思うんですけど、全くそれと真逆なんです。濃い味がいいって言われたら濃くするし、薄味がいいって言われたら薄くするし。お店が美味しさを提案するのではない、お客さんが今一番食べたいものと向き合う。じゃあブロッコリーの芯と卵、卵、ブロッコリーの芯、どういう風に持っていきたいですかね。まあ、あったかいやつ。時間も早いし、なんかあったかいスープでも作れる。あ、まあ、いいよ、すごい、それはいいね。その人らしさを尊重しつつ受け入れることが大事かなと思ってます。そんなの変だからこうやって食べなよとかじゃなくて、その人らしさっていうのをそうだねってまず言ってあげて、それが結果受け入れることにつながっていくのかな。新しいこと、変わらないセオリー。目指すのは誰もが受け入れられる場所。未来食堂には50分お手伝いをすると誰でも一食無料になるまかないというシステムがある。これってやってたと思うんですよ。スナックに入ったらママに水割りのコーヒー買いに行かされたとか。でもそれとまかないが何が違うかっていうと、ちゃんとシステム化してることだと思っていて、参加方法を明らかにすることで誰にでも開かれてる。そこが違うと思いますね。フレッシュフェイシーズ、その先は誰かだったりチームだったりが入るともっと面白くなる。ゴールが何かわからないけれども、変わる覚悟をし続けることじゃないですかね、大事なのって。この番組は野菜にドレスを着せましょう、キューピードレッシングの提供でお送りしました。